こんにちはマフリスボード山本まりです今年に入って初めての更新となります新しい年を迎え気持ちを新たにし今年1年が素敵な年となるように心がけたいですどうぞよろしくお願いいたしますではお知らせに入りますタックスリターン確定申告についてです 日本では給与所得者の場合月々の給与または賞与から徴収された源泉税を本人に代わり会社が国との間で生産する年末調整方式となっていますがアメリカでは年末調整の代わりに各個人が年に一度行う確定確定申告方式となっていますまた日本では分離課税方式を取っているため申告を必要とする人は自営業者などに限られますがアメリカでは全ての所得をまとめて報告する総合課税方式が採用されておりますのでこちらで所得のあ すべての人が確定申告の対象となります今年は14400万,万人以上の個人申請があると見込まれているそうですまた1月末,末日までに確定申告に必要な W2 フォームや銀行からの書類が各家庭に郵送されることになっています この書類は確定申告に必要となりますのでなくさないように保管してください確定申告の受付は1月1日から開始されており4月15日までとなっておりますまた数年前からオンラインを通じて申告が可能となっております e ファイリングは1月20日より開始されるということです1月末日までに送られてくる書類を紛失しないように注意してください期日は4月15日までとなっていますご注意ください次のお知らせです アメリカ学習国郵便,郵便公社は。えー アメリカ合衆国郵便公社 USPS は以前から予定されていた郵便料金の値上げについて昨年の10月に2015年の1月に予定されていた値上げを延期すると発表していますただし郵便公社では引き続き郵便料金の見直しを調整するとしており結果によっては早くても3月以降に郵便料金の値上げ,値上げが行われるだろうということです現在郵便局では郵便料金が値上げになっても購入済みの切手の差額をし 差額を支払わずに利用できるフォーエバースタンプという切手が販売されています。こちらはアメリカ国内の封書などを郵送する際のファーストクラス49セントの切手です。国際便用のグローバルフォーエバースタンプという切手もあります。こちらも封書などを送る用の切手で1枚1ドル15セントとなっています。今後の値上げが予想されているようです。予想されるようですから、使う分だけ先に購入しておくのが便利かと思います。次の知らせです。 インフルエンザがとても流行っているようですラダフォード群を含むナッシュビル周辺の群で1月5日の時点までにインフルエンザにより5名が死亡しており450名以上が入院をしています死亡した5名は8ヶ月の有用時11歳の子ども36歳80歳そして86歳の方となっています また州の保健局では子どもと妊娠中の女性のインフルエンザによる死亡者数を,者数を、えー、調査しており2月末の12月末の時点で州全体の子どもだけで少なくとも3名が死亡しているということです12月末までにインフルエンザによる子どもの死亡者数が3名というのは2007年の州が記録をつけ始めてから最高に高い数となっているということです また入院患者のほとんどは65歳以上が多くなっているということです今年のインフルエンザは H3N2 型が入行しているということで昨年流行った H1N1 型とは型が違うそうですこの昨年流行った H1N1 型は白人の中年の方で持病を持っている方にかかりやすい傾向がありましたが今年流行っている H3N2 型は子どもやお年寄りがかかりやすいということです 今年インフルエンザの特に H3N2 型にかかる人が多いのは、今年用意されていたワクチンに H3N2 型が入っていなかったためということですが、それでも H3N2 型以外のインフルエンザからは十分に効果があるため、医療機関では予防接種を進めているということです。次のお知らせです。昨年2014年のマンフリーズボロシ犯罪レポートが発表となっております。レポートによりますと犯罪件数は前の年と比べて全体で4分 4%減少となっていました内訳は殺人事件は2013年は3件でしたが2014年は7件と増加しており9名が死亡していますまたこのうち現在も2件が調査中ということですその他の犯罪を前年と比べますと強姦は38件から29件へ強盗は141件から134件へ強襲は1746から1655件へ 新入党は、侵入痘は745件から746件へ車両窃盗は164件から159件へ一般の戦闘窃盗は3077件から,ら2945件へそして放火は9件から8件へと殺人以外の,ほと,以外のほ,とほとんどの犯罪が減少していることも分かりました。また交通面での死亡者 死亡事故数も同時に発表となっています。市内での車両追突事故による2013年の死亡者は9名でしたが9件でしたが、2014年は8件で9名が死亡しています。またこの9件のうち6件は前を走る左折車に車接車に対し徐行運転をしなかったことによる追突死亡事故、1件はスピードの出し過ぎによる自損死亡事故、そして残りの1件は歩行者を巻き込んだ死亡事故だったということです。次の知らせです。 日本にはないアメリカの祝日や行事についてです。 2月2日はグラウンドホックデーという日ですテレビでも黒い帽子に蝶ネクタイをした人たちがマーモットを抱えて真面目な顔で春の占いを聞いている不思議な映像を見たことのある方もいると思いますこの模様は全米にテレビ中継されていますこの占いに使われるのがグラウンドホック、日本名マーモットのことで春の訪れを占う動物です毎年ペンシルバリア州にあるドイツ民の多いパンクスタウニーという町で1886年から行われている恒例行事です この日に冬眠中のマーモットが春の訪れを確かめるという言い伝えがあります。穴から出てきたマーモットの影が地面に地面に映っていたらえ、天気は晴れで、まだ外は寒いので再び冬眠をするために穴に戻ってしまうため、春はまだ6週間先のこととなるということです。逆に影が地面に映らなかったら、春の訪れが近いということだというこ近いということになるということです。 この占いに使うマーモットは一匹しかおらずフィルという名前でこの町で大切に育てられていて120年以上も生きているということですイナーサークルというこの行事を使う行う人たちだけにはマーモットの言葉が通じるということで春の占いを直接マーモットから聞くことができるということですこの占いに使うマーモットフィルという名前がつけられています実はこのフィル実際には当面はしておらずこの町で大切に育てられているのですが1887年からこれまでに何匹もの マーモットがフィルを襲名していると思われていますえというのも通常マーモットの寿命は6年から10年ほどだということですしかしイナーサークルではフィルは寿命を延ばす飛躍を飲んでいるので毎年同じフィルが天気予報を起しており120年以上も生きていると主張しているということです この日は蝶ネクタイにシルクハットの男性がマーモットを抱えて壇上にいる映像がテレビなどでテレビのニュースなどで流れますアメリカならではの伝統のある行事ですぜひ2月2日はテレビのニュースをつけて見てみてください最後にごみ収集祝日によりゴミ収集日変更のお知らせがあります1月19日月曜日マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの日この日19日に収集予定の方は次の日28日火曜日金曜日あ 次の日の20日の火曜日に20日火曜日の方は次の日の21日水曜日に変更になっております月曜日火曜日の方はご注意くださいお知らせは以上です先ほどもお伝えした通りインフルエンザがとても流行っています外出から戻ったら手洗いとうがいを忘れずにし健康維持に努めたいですねでは失礼いたしますこんにちはマン、まあ、フリーズボロ山本まりでしたごきげんよう